これが姉さんの目指していたうつろの夜なんだ。予想に反して人が多い。随分と賑やかなところだね。もっと怖いお兄さんたちが大勢待ち構えている。そんな地獄絵図を想像していたんだけれど、これならいつも通りの僕で大丈夫かな。白夜、気を抜かないこと。目指すはこの夜の中心、深淵と呼ばれる権限の泉。皆がその力を求め集い、一様に果てている。まるで孤独のように。そこは無理にでも優雅島とか、もう少し優雅な表現をしてほしい。くだらないことを言う。せいぜいあなたのその甘さが命取りにならないことを祈っているよ。私の目的に届く前に、その命が尽きることのないよう、私たちの交わした約束を守れるよ。開口の運命、その扉が私の前に開かれているのなら、そこにあの子の姿を見ることができるはず。だから何度も聞いてるけどさ、姉さんの目的って何なのさ。あの子っていう子を探している以外何にもわからない。こんな危険な夜に付き合わせているんだ。そろそろ教えてくれてもいいじゃない。ええ、だから何度も答えているはず。それはあなたが知る必要のないことだと。あなたは私を守る罪、私たちはそれだけの関係であるべき。チェ、黙って働くのもモチベーションがさ、労働意欲って重要じゃない、こういうのに。あら、奴隷にそんなもの必要ないでしょ。私のそばにいるのが壮絶なブラックだということ、最初から分かっていたんじゃなくて。はいはい、分かっていました。そうでしたとも。それじゃあ、この気まずい話題を変えるためにも、そろそろこの夜のもとへと進もうか。愛する姉さんの願いのためにね。ええ、それでいい。あなたはその爪を私のために振るうだけでいい。余計な思惑は枷でありしがらみ、畑を鈍らせる重荷にしかなりえない。白夜、頼むわね。私にはもうあなたしかいないのだから。ああ姉さん、任せておきなよ。君の前に立ちはだかるもの、邪魔をする者のすべてをこの腕が捕らえ食らうから。我が権限はあなたよりも贈り物。すべては君のためにあるものなのだから。あとはお願いね、白夜。任せてよ、姉さん。ファーストクロール、ディバイド。よっと、みじん仕掛け、ほらほら、ほれ、ほらほら。やってくれたね。逃げた。行くぜ。やめてよ。あーらよ。よっと、これで。やって。みじん切り、この辺に。行くぞ。みじん切りがいいから。切り刻んであげるね。それ、どうだい。行くよ。そっと。どうりほこい。ほらほら。はい。ほらほら。あはははは。目障りだよ。おーい、見てる？白夜。いや。セカンドクローズ、ディバイド。これで、よっ、みじん切り。ここにも。それ、やべえ。この辺に。行くよ。よっと、みじん切り。この辺に。行こうら。どうりょうり。ほら、ほら。それ、どうだい？やだよ、やだよ。よく動くね。この辺に。よっと、みじん切り仕掛けてね。ここはみじん切りがいいから。飽きてきちゃったんでね。どう料理しよう。一番やってほ
やってくれたな。せっかくじゃねえ。これどう料理し、奪い返し、どう料理して、えっ、ー、腕前はかけさせないでよ。みんな、もう終わりなの。白夜さあ、白夜、先を急ぎましょう。こんなところで休んでいる日に私たちにはない。しつこいわね。私の力見せてあげるわ。また会ったね。ファーストクローズディバイド。それどうここにもどう料理しよう。めっちゃ嫌だ。行くよ。どう料理仕込んでおこうか。行こうら。どう料理ここにも。左し。かかったね。全然。ちゃ目障りだよ。しよっ。やだよ。どうぞ。みじん切り。ここにも。そらこれで。終わるわけないよ。左。チャンス。弱いね。ウィナー白夜、次は行かせないか。セカンドクローズディバイド。わがまま行くよ。しゃそれそっち、そっち、みじん切り。この辺にチャンス。ああ、どう料理しよう。めっちゃ嫌だ。ああ、みじん切り仕込んでおこう。ほらみじん切りがいい。仕込んでほら飽きてきちゃったんでね。ああ、どう料理しよう。甘い甘い。ああ、みじん切りがいいかな。左。どう料理を仕掛けておこう。行くよ。どう料理しよう。切り刻んであげるね。ブレイクダウン。なんだ。みんな。白夜。ああ、そうだ。そのままおとなしくしていてくれ。下手に暴れられると服が汚れるんでね。おいお前ら、怪しい連中だな。学生の制服のままこんな夜中にこんな場所で一体何を企んでんだ。面白い子、それを言うならあなただって。何、どうしたの逆や。まあまあ姉さん、ここは僕に任せてほしいね。無駄な時間はもったいない。平和に話し合いで解決ってやつさ。ちょっと待ってなよ。というわけだ少年、話は僕が聞こう。バーン。なんだよ、面倒そうな方が出てきたな。別にあっちの美人のお姉さんと話がしたいってわけじゃないから強くは言わないけどよ。会いたい。偉そうに人のこと少年って呼んでるのは何なんだよ。お前の方が年下に見える。中学生か。分かってると思うけど、今の姉さんにイグジスはないからね。君が戦うとしたら相手は僕なんだし、僕と話すのが普通だろ。だろうか。俺だってもう立派なインバースなんだ。その辺は分かってる。お前の方がとんでもない力を隠し持ってるってのもな。褒められると照れるね。たとえそれが君みたいに弱そうな新人にでもさ。てめえ。姉さんの目的は人探しみたいだけれど、僕は違う。僕の姉さんに危害を及ぼしそうなやから、それを手当たり次第に壊したいんだ。おとなしそうな顔してそれが本音ってわけか。いいぜ、俺にだって覚悟がある。お前みたいなのに舐められて黙っちゃいられねえ。準備はできてんだろうな。今すぐ切り伏せてやる。うん、ちょっと待ってね。いちいち話し合いに戻るなよ。めんどくせえやつだな。姉さん、お待たせ。話がまとまった。喧嘩することになった。やっつけるよ、あの男。
呆れた。戦うのはあなたなのだから私は構わないけれど、あなたがあの程度の相手に敗れるとも思えないしね。ということなのでごめんなさい、インスレーターさん。お話ししたいこと少しだけあったのだけれど、ここでさよならみたいね。よく聞こえねえよ。お前らもう少しこっちで話せよ。俺のこの蚊帳の外感パネーぞ。ファーストクローズディバイド。この程度か。ちょっと道理を仕込んでおこう。行こう。ひじんぎちだけど。誰よっと。ちょっと道理を仕込んで。切り刻んであげる。誰よっと。よっと。はい。ああ道理をこの辺に。ちょっとひじんぎりが。おこほら。ほら。それ。誰よっと。行くよ。ちょっと。ああひじんぎりだけど。ちょっと道理を仕込んで。ほらほら。はっ、はい、道理を仕込むか。この程度じゃ終わらないね。役に立ちセカンドクローズディバイド。誰だ高まる。さあ道理を仕込む。わら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 まだだ。ブリョッとチャンスこの動き取ったチャンスの行くぞブレイバーあーらチャンスがすごいこーらチャンスに行くぞよっぞみじんぎここにもチャンスこーらどうりょうしたの行くよここにも行くぞよっとすごい雑魚だよ。悪気はないけれど邪魔はさせてもらった。正義の味方ずらしたその表情がさ、なんだか無性にイライラしちゃってね。あとはお願いね。願いましょうか。いや、こんばんは。ファーストクローズディバイド。今だ。あ、今みじんぎり。ここにもチャイヤー。罠なの使ってないよ。罠なの使ってないよ。そりゃあ道理を仕込んでおこう。道理を仕込んで切り刻んであげる。ちゃんと。ああどうだ。この日逃さない。そりゃあそれよ。この辺に抜けてきた。つかまえた。今よっぽ。あんまり手間かけさせないでよ。おーい、見てる。ヤクヤセカンドクローズディバイド。集中だ。我が甘いよ。これでそらはとちゃん。はっ、これでそーら、これで行くよ。ほらほら貫け貫け。うそ、今のかも。行くよ貫け。みじん切りがいい。行くよ。つっかまえた。やっほーや今もよ。よく動かない。どこに勝てもやっぱまるでだ。そりゃ行くって。いやいや、よくそりゃ行くよ。やっぱそりゃ道理を仕掛けておこう。道理をしよう。切り刻んであげる。行くよ。すまんすまん。ヤクヤ、すごい雑魚。順当で揺るぎないこの勝利、あなたと共にいる恩恵を実感するという。あとはお願いね。やるしかないな。任せてよ姉さん。ファーストクローズ
リバイド。しかしこれでみじん切りがいいかな。めっちゃ切りだ。シャマこれどう料理しよう。切り刻んであげる。よっ頑張って行くよ。シャマこれやるじゃん。あーどう料理しよう。やめてよ。よっシャマそっと仕込んでおこう。あーはよっあーこの辺にウィナー役なかなかセカンドクローズディバイドこれでそれとシャー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 この辺にみじん切ってここにやるぜこれでみじん仕掛けていこう一方はどういうこのみじん切ここにもシャーどう料理しようめのチェックメイトだどう料理しようめっちゃハハハハハ楽しいね元気だみじん切りがいいかな裏抜けしかないよそっとそっとねここにもみじん切りがいいかなそしてこの子は剣であり盾であり略で死にゆく者がその引導者の名を知らないのも不憫なの名乗っておけばなんだろうあれ何かが何事なの白夜人を不安にさせるような真似は悪趣味だと言っているでしょうあはは違うよちょっとね何だろうねえそこの隠れているお前もうバレてるんだ姿を見せたらどうだいあ姉さんそこどいた方がいい我が姿だ存在を見抜いたことにはさほどに驚かれたがえだが貴様のその体いや腹と呼ぶべきかそこに貴様ものの異形には驚きを隠すそしてそちらの女貴様も妙な波動を携えるものよ。おつまわれと。これは驚きで声も出ないね。意志が伝わってくるこの変な感じ。ええ。もう何が来ても動じない。そう思っていたけれど。人さながらに意志を持ち。それを伝えてくる虚無がいるなんて私着物を座った娘どもよこの獣の体見せ物ではないゆえいちいち驚かれぬことは喜ばしいがなああそれならこちらから本題だなぜこそこそと遠くから僕たちのことを眺めていたりしたのかなそうだまずは娘の方貴様は権限をまとわぬ弱き肉体の中一点のみひるみなき力強さその鼓動を感じさせそして鼓動貴様はこの身がキャムと同類たけき境遇であろう言わずとも分かる同じ匂いをまとう者この獣の牙が貴様の体
その味に興味を持っているのだ。うわぁ、まさか僕ってそんなに匂うのかな。そこで一口だけ味見をさせてもらえないかと交渉しようと考えていた次第だ。そう、紳士的にな。さすがは紳士、一口とは随分つつましいもの。もっともその口、人間の頭一つくらい一息に噛まれ飲まれそうではあるけれど。いいわ白夜、面白い相手だけれど気にせずにやってしまいなさい。ただし少しだけ気をつけることね。この異形のもの、そこが見えないから。珍しい、心配をしてくれるなんて。それだけで頑張れる。味に興味があるのはこっちも同じなんでね。意思を持ち喋る虚無、どんな味がするんだろう。ありがたい、それでは交渉成立だ。食うか食われるか、なんとも原始的でそういう争いやろうよ。だろう。だけどそこがいいだろう。クローズディバイド、みじん切りがいいから。切り刻んであげるね。チャン近かったね。チャン、いつまで耐えれるかな。いつまで、危ない。ああ、みじん切り飲んでおこう。いつまで耐えれるかな。チャン影まして、そこ、ほらほら、ほい。ああ、どういう、この辺に行く、ほい。ああ、この辺に、それ、どうしとんでおこっちゃん。そう、だね。おーい、みんな、ヤクヤセカンドクローズ、ディバイド。始まるよ。みじん切りがいい。いくよ、それ、みじん切り仕込んでおこうか。ちゃん、みじん切り仕掛けておこう。ちゃん、それ、どういうおこんの。ちゃん、ちゃん。はい、ああ、どういう、この辺に。みじん切りがいいから、切り切り、チェックメイトだ。どう料理しよう。めっちゃきた、おいで。僕の中へ。楽しいね。いく、目障りだよ。いくよ、よって、ここにも、チャンス、刀開け。どう、この人は普段。あれ、みんな、弱いな。ヤクヤ、君はすでに僕の素網にかかっていた。まな板の上の濃い服は、しつこいわね、あの子。出会った不運を呪うがいい。ファーストフローズディバイド。あんまり手間かけさせないで。この辺に、みじん切り、ここにも、行くよ、それでお、チャンス、ああ、行くよ、ほら、貫け、チャンス、ほい、貫け、行くよ、ああ、行くよ、切り取っ、行くぞ、ほら、それでお、ああ、チャンス、ほら、感激、捕まえて、追いつけろ、せっかく、あんまり手間かけさせない。侮るぞ。それ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 、仕掛けておこう。痛い、弱いね。ウィナー白夜セカンドクローズディバイド。やらせえっと、かけしくだけ。あらよ、そりゃ、いくよ、いくよ、切り裂く、えよっと、ハハッ、チャンカーズ、フッ、えっ、急げるよ、すべっ、フッ、ガッツ、シッ、味わいだよ。どう料理しよう。切り刻んであげる。感激、しっかり、どうに仕掛けておこう。ほらほら、少しで、フッ、あらよ、そら、どうに。
を掴んでおこう。抜けてきた。捕まえて。燃え尽きろ。あらよ。セルフ。セルフ。よよっと。セルフ。ちょっと本気でいく。よっ、続けそう。よっ、こうやった。ああ、かかったね。そうだ、かかったね。ここからで。セルフ。やめ。セルフが伸びるよ。セルフ。そろそろ。セルフ。終わらせる。キハ。どうだい。で、みじん切りがいいかな。めっちゃ切りだ。みじん切りがいいかな。めっちゃ切りだ。いくよ。何度立ち上がっても同じ。サードクローズディバイド。それでおよ、みじん切りだ。感激すべて。ご、そーら。かけるかこ。あーらよ、どこか。みじん切ったんだ。感激かかった。かけるぞ。ハッカンチかけるぞ。ハッカンチやらよ。悪くなる。仕掛けたね。やらっくなる。で、ハッカンチこれで終わるぞ。で、フォーゲル。よし、で、よっ、ハッカンチ。で、この8本からなる手であり足はどこからでも君を狙うんだ。手足が2本ずつの生き物を裁ききれるものじゃない。しつこいわね、ちょっと通らせてもらいます。早速で悪いんだけど、消えてもらうよ。ファーストクローズディバイド。足りぬ。よっ、みじん切り。ここにもみじん切りが。このほらほら、いくよ。そう、どうり仕掛けておこう。よっ、どうり、どうり、ここにもどうりおりしよう。終わるわけない。ちょっと、セカンドクローズディバイド。危ない。どうりおりしよう。めっちゃ切りだ。チャンプ。そう、みじん切り。ここにもチャンプ。僕に宿るケリケラーが強い灰で打ち食らうんだ。終わらない悪夢。ウィナー、もう終わりなの。ヤクヤ、脆いな。爪で小突いただけで簡単に穴が開いちゃうなんて、こんな気分なのかな。障子を破る猫っていうのは。すぐそばに強き権限の高まりを感じる。この道行く先に、こたびの夜の深淵が現れるのだ。ふーん、ベセルって壊されててもそれくらいはわかるんだ。風邪をひいて鼻が詰まってても強烈な匂いはわかるってことかな。
もう少し例えを選んでほしいものね。今の私でもこれくらいはさすがにわかる。目的地が分かって一安心だ。早く進んでパラドクスってのを倒す。それが姉さんの今日の目的。いや、目的のための手段、過程なのかな。明かさずとも察してくれているようで嬉しいわ。パラドクス、彼女はパワーだけのインバース。パワーだけは凄まじい。パワーだけはね。それを理解しながらも侮り、その圧倒的なパワーの前に敗れた者は多い。その口ぶり、まるで実際に戦ったことがあるみたいだね、パラドクスと。戦ったことはない。とにかく、あのバカ力だけのバカ女には一度バカ痛い目を見せるの。ちょっと品がない言い方だったかしらね。いいね、そういうのを懲らしめるのは僕好きだよ。どちらがより愚か者か見せてやろうじゃないか。おっと、パラドックスの悪口はそこまでだ。一応あれでも僕らのボスなんでね。あなたは？これは失礼。僕の名はケイアス。君の言うパラドックスの、そうだ、アドバイザーといったところだ。仲間という括りにされるのはいささか不本意なんでね。そう認識してくれ。それではアムネジアのブラッディ・ケイアス、それがあなたということ？ああ、そういない。その名が広まっているのは不本意なのだけれどね。逆に君たちはナウテのインバースというわけではないのかい？そのふてぶてしい態度、全くのニューカマーというわけでもなさそうだが。ええ、今は名乗るほどの名は持ち合わせていない。それより参謀さん、あの女、パラドクスはすぐそこにいるの。だろうね。彼女ならこの先、光と闇の祭壇で待ち構えているはずだ。もっともあの秋っぽい性格、どこかへフラフラと出歩いて留守にしている可能性は十分だ。けど君たちはそんなことを気にする必要はない。僕に出会った以上、ここより先へと進むことはないんだからね。あら、参謀って割に随分好戦的な権限だから気にはなっていたのだけれど、この私ではなく我が武帝白夜に牙を剥くなんて柄にもなく騒ぐんだよ、この僕のケイアスコードが。君たちは危険だ。この先へと進ませ、ヒルダに会わせるわけにはいかないって。だよね、そっちの少年、白夜君と言ったか。君の体、非常に興味深いよ。バレてるんだ、さすが参謀さん。それじゃあ勝負前に少し話をしておこうか。種明かしを。この黒くて不気味でいびつでまがまがしく、たけだけしくそそり立つ八本の足、プレデター、これが僕のイグジス。今からこれに切り裂かれるんだ。覚悟するといい。なるほどね、すさまじいイグジスだ。虚無との融合体、いや、イグジスによる疑問か。いずれにせよ面白い。我がケイアスコードに封じられし獣の層が、相手にとって、いや、狩りの獲物に不足はないだろう。お兄さんもってことか。さっきの喋る虚無も面白かったけど、この夜の元まだまだ楽しめそうだ。
ストクローズディバイド、ロゼダンプ、行くよ。危ないな。わかってる。ああ、みじん切りがいいから切り刻んであげる。行くよ。お互い様さ。ああ、ここにも跳ね返す。無駄。道理を、ここにも、ここで、道理を仕込んでおこう。道理よりしよう。めっちゃ気だ。ああ、みじん切りがいい。それぞみじん切り仕掛けておこう。道理よりしよう。ここにも、それ仕掛けておこう。はい、そーら行くよ。今そら、危ない。あ、受けてきた。え、どう料理しよう。てろ。ああ、どう料理しよう。目障りだよ。この程度じゃ終わらないよね。ヤクヤがポイントだ。セカンドクローズディバイド、ここでしょ。今、キッス。今、そっか、どう料理しよう。チャン、みじん切りがいいから、切り刻んであげる。いくよ。エンス、少しだけどうだい。目障りだよ。チャン、甘いね。やめてよ。やめて。遅れ。ほら、遅い。よっ。そう、どうりょうり。そう、みじん切りかけておこう。チャン、ほら、みじん切りがいいから。めっちゃ変わるわけ。あはははは。それ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 。お互い、よっ、危なすぎる。カン、危ない。みんな、もう終わりなの。白夜。さあ、白夜、先を急ぎましょう。この扉の向こうにパラドクスがいる。それじゃあ開けるよ。心の準備はできているかな、姉さん。ここまで来て何を今さら。さっさと開けなさい。そして彼女が我らの前に立ちはだかるのなら、ためらいなくそれをほふりなさい。オーケーだ。それじゃあ行こうか、姉さん。あら、ようこそ光と闇の祭壇へ。夜も更けた今、お客様はあんたたちで最後かしら。そうね、その最後の客人、それがあなたの首をもらい受けに来たな。一応言っておく。久しぶりね、パラドクス。久しぶり？私、あなたとどこかで会ったかしら。何せ試客来客の多いの。覚えられる機会は多くても、覚える機会はないのよね。さしずめ、私に掃除された雑魚が逆恨みで復讐にやってきたってとこかしら。いいのよ、そういうリターンマッチ歓迎するわ。やっぱりね、覚えてはいないか。私も少々趣味様相が変わっているし、無理もない。けど、あなたの相手、そしてその悪しき鼓動に終止符を打つ者、それがこの子。やあやあ、どもども。大して強そうには見えないけど。暗くよどむ、そこの見えない逃げ地図。私が言うのもあれだけど、不気味な子ね。こういう状況じゃなければ、仲良くもできそうなのに。美しいお姉さんに仲良くされるのは悪い気はしない。けどダメだ。それはこの姉が許してくれない。あら、白夜。私はあなたを縛っている気はないのよ。あなたがそのようにしたいのなら、
私はいつでも構わないのだけれど。何を言うんですかお姉様、僕は君だけを愛しているというのに。どうでもいいわ、なんなら二人同時にでもお相手するから。そっちの方、あんたは大層弱いイグジスに見えるけど、本当に戦えるの？おあいにくさまね、私は戦う力など持ち合わせない一般人。能力を持たない者をいたぶるのがお好みだというのなら、好きにするといい。そういう憎たらしい態度って大好きだわ。とびきりの絶望を与え、その心を粉々にし、泣き崩れる顔。ああ、見てみたい。さあ、本日のラストバトルといきましょう。ああ、せいぜい弱々しく抗わせてもらうよ。僕もお姉さんの泣き崩れる顔、見たいからね。ええ、その通りよ、白夜。その女に見せてやりなさい。圧倒的な実力差でも、果てしない絶望でも、この世の地獄でも、あの世の地獄でも、お好きなものを。ファーストクローン、ディバイド。いくぜ。はっ、それどう料理しよう。切り刻んであげるね。もったいなぁ。どう料理しよう。めっちゃ効いた。ちゃんよっ、ほい。どう料理、ここにも。どう、周りで出ない。行くなら、出しな。キュッ、あらよ。そう、どう料理、仕込んでおこう。ちゃ、ほらほら。はい。どう料理、仕込んでおこう。いく、どう料理しよう。めっちゃ終わるわけ。それそれそれ、よし、ちょっと目障りだよ。この程度じゃ終わらないよね。ヤクヤセカンドクローズリバイバー、やっとどう料理しよう。切り刻んであげる。周りに、ああ、これでお嬢強いわ。いつまで耐えれるかな。この人たち行くぞ。どうりを仕込んでおこうかな。ほら、みじん切りしたくない。あんまり手間かけさせないでよ。もったいな。行くわ、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、行くわよ、砕きなさい、行くわ、行きなさい、出しなさい、出しなさい、行きなさい、出しなさい、行きなさい、出しなさい、この流れにコンデンスグルーム、行くわ、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、出なさい、あらよ、みじんきくんで、ほらほら、やだよ、はじめに、いや、終わらせない。強かったら剣闇の剣、僕に宿るケルケラーと強い灰で打ち食らうんだ。終わらない悪夢、ブレイクダウン。みんな、この人すごい雑魚だよ。借りは返してよ。別に私自身が借りたものではないんだけど、あんな男でもかつての私の仲間だったので。はい、おしまい。一丁上がりってやつだ。ごちそうさま。どうだい、痛いかい、身に染みているかい。わかったろ、世の中の広さが。こういうアウトローは結構多いってことが。懲りたのならもう二度と稚拙な悪巧みなど考えないことだね。いや、もうしたくてもできないか、その穴だらけの体じゃ。安らかには眠れないだろうけど、この腹の中、暖かさは保証するよ。おっと、お腹でまばゆく光るのはやめてくれよ。ホタルみたいになっちゃうから。終わりね。アムネジアのパラドクスもあなたにかかればこの程度のもの。さすがはプレデター、その名は伊達じゃない。
あれだけコキ使っておいて。さ、夜も遅い。これからどうしよう。まだここにいるかい？もうしばらくだけここで待ちましょう。まだ最後の招待客が現れるかもしれないから。いつものか。もちろん構わない。後悔のないよう待つことだね。あ、さあ姉さん、そろそろ帰ろう。空が明るくなってきた。夜が明けちゃう。僕も眠いよ。そうね。ねえ、ストリクス。もうやめないかな、この兄弟ごっこ。その目、嘘って丸分かりのふざけた目。けど、そう。あなたが嫌だと言うのなら、それも構わない。もともとあなたが私に付き従う義務などないのだから。今の私はいくら大きな口を聞こうと、あなたなしでは動けない無力な人間。ありがとう。今まで手荒く扱ってしまって悪かったわね。間違って、ただで帰れるとでも思っているのかい？これまであれだけ僕の人権を蹂躙してくれてさ。好きにしなさい。今の私は空虚なの。あなたに与えられるものは何もない。望まれるものが命であろうと体であろうと抗う理由も術もない。ああ、報酬としちゃそれも面白い。それじゃ遠慮なくいただこう。やっぱり君の胸のその傷、目で見えずとも分かっていた。それを感じるたびに僕の胸も引き裂かれそうになった。その傷を、その穴を開けた主を探し出して殺したかった。探したい、喰らいたい、殺したい、殺したい、喰らいたい、殺したい。ダメよ。この傷は私の親友だった人から受けたもの。私の不注意で彼女の心に深い、とても深い傷を負わせてしまった。これはその代償。痛みと醜悪さ、記憶と思いを風化させぬための楽。今はどこで何をしているのかわからない。権限を求め、夜の元をさまようという噂しか聞かない。だから探して見つけ出す。謝りたい。そして叶う願いなら、昔に戻りたい。それが姉さんの、君の、本当の望み、目的というわけか。ええ、その通り。小さな願いよ。さあ、兄弟ごっこはおしまい。最後にこうしてあなたに理由を話せてよかった。はあ、やめたやめた。兄弟ごっこをやめるのはやめた。そんな話を聞かされたのなら、まだしばらく続けなくちゃならなそうだ。白夜、あなた。その胸の傷、償いの大きな穴、消せないというなら、僕がこの爪でもう一度貫いて上書きしてやる。君は姉さんの生まれ変わり。僕の前から消えようなんて絶対に許さない。絶
物好きな男、好きにするといい。私についてくるだけならあなたの自由にさせてあげる。鬱陶しいけども、ありがたい言葉だ姉さん。できれば少しの待遇改善を望むけどね。その胸の傷跡、塞ぎ癒すこの大仕事、この命が尽きるまでもうしばらくだけ付き合おう。何度も何度でも蘇っては、また壊れる。